グローバル部門でございます。やはりね、海外のリスナーさんも我々の普通に枠にも来てくれるじゃないですか。うん、来てくれるね。それをきちんと取り込んでいっている皆様にご登場いただきましょう。楽しみ、はい、お願いします。イエーイ、元気元気、恋でしょ。もう声早めに自己紹介をお願いしていいですか。誰からか分かってる、大丈夫、大丈夫かな。すごい一気に静かになった。はじめに普通に自己紹介していただきたいんですけど、マラカさん、ハイピンクマラカさん、あ、私だ。自己紹介お願いします、はい、はい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 、ハイピンクマラカです。普段オリジナルソングをね、Spotify や Apple Music に上げてて、まあ配信では実写手元配信だったり、フルトラッキングでね、配信もしたりしてるんですけれども、たくさんの人と今日はマッチングしに来ました。マッチング、マッチングアプリじゃないんですか、あれ、今日、出会い求めてきたんですけど、今日。ちょっと違ったかもしれないなぁ。あれ、はい、この後に自己紹介大丈夫ですかね、お任せして。はい、任せて。あなたじゃないのよ。残りの2人。俺だ、持ってくだ。じゃあ自己紹介お願いします。続きの方。アイストリームという個人 VTuber グループに所属しています、5期生不死の旅少年ハイネルマリアです。普段は旅行したりとか、うん、ピザ作ったりとか、うん、勉強したりとか、視聴者のみんなと青春を取り戻す配信してます。よろしくお願いします。次行くか。この後に自己紹介ちょっと申し訳ないですけど、いいですか、お願いしても。はい、よろしくお願いします。はじめまして、ブリのメルンです。赤ずきんちゃん VTuber をしています。普段は3つのプラットフォームで活動させていただいていて、朝と夜の2回配信をしています。工作やゲーム、歌、料理など、23日で5ヶ月目を迎える VTuber です。おお、素晴らしい、ありがとうございます。はい、お願いします。お願いします。今あんまりグローバル感感じてないでしょ、みんな。確かに、私もまだわかんないかも。自己紹介グローバルでお願いしてもいいですか、皆様。あ、もう一回モナカさんに戻っていきたいと思うんですけど、はい、モナカさん、いいですか。はいはい、 I'll share my hyper energy with you. Just be careful because sometimes I destroy your ear drums. びっくりした。終わりでいいかな。あ、OK です。あ、OK、ありがとうございます。ちょっとグローバル感感じてきたでしょ。グローバル感感じてきたでしょ。めっちゃグローバルだった。はいはいはい、グローバルでしょ。すごいかっこいい、はい、じゃあ次もグローバル出してくださいよ。はい、 How's it? Can you hear me fine? Are you okay?Okay. I'm Hein Ulmaria. Nice to meet you the first time. I'll be using the Duolingo application recently to study live stream. I'm studying English and Chinese now. The words I learned in Chinese are 晚上好，我是海南泰国娃娃。老婆你好，甜菜菜。It's a very fun live stream to have the viewers tell me. Thank you for listening. Thank you. Thank you. Thanks so much. ありがとうございます。すごい。そして最後メルンさんお願いしてもいいですかね。はい、普段全然日本語しか喋ってませんが、頑張って喋ります。はい、スペイン語です。エンカンタダデコノセルロスクラシアスプルベニラベルメソイメルンモリノヤマメメルンちゃんメルンエスラコペルシータンロハンマスリンダーデルムンドメアレグロデベルロス。かわいい。で、あと中国語もでき、はい、グンウェイチューチジェンメンセセニライジェンワウォシセイエメルありがとうございます。お願いします。いや、あのね、すいません、あのメルンさんの特徴的なところちょっと見てないじゃないですか。あのメルンさん、視聴者さんが歌作ったんですよね。あ、え、メルン、あれ、視聴者、視聴者さんがなんか作ってなかったでしたか、視聴者さんが。これ私じゃないかも。嘘だ。あ、違う、あのリスナーさん参加型の歌配信かな。あ、それかも。参加型です。あ、はい、そうですね。カラオケを参加型でやったりとかしてました。リスナーさんと一緒に歌うの？どうやってんの、あれは。参加型っていうか、リスナーさんの歌なんだよ。なるほど。そうですね。リスナーさんの歌を流してるんだ。そう。だから、そうなんですよ。リスナーさんの歌って感覚だったの、私の中で。あー、そうか。なるほど。面白い。ちょっとね、あの変わったことやってるなと思って。うん、新しいね。そうなんですよ。ということでね、3人とも結構いろいろやってるのでね、皆さん見てもらえればと思いますし、はいはい、今日海外から駆けつけてくださった方ありがとうございます。 ありがとうございます。はい、それでは
3人ともありがとうございました。言い残したことないですか？大丈夫かな？あ、はい、あります。何？お、3万人目指してて今2万7000人なので、よかったらお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい、私もいいですか？はい、ディセンバー24日にね、24日に、今月の24日オリジナルソング、うん、新しいのオンエンドオンエンオンを YouTube の、動画出しますので、ぜひみんなチェックしてください。はい、もうハイネさんも言っとこ言っとこ。僕もいいですか？いいよ。うんうん。あのですね、24日にですね、あの、ハイネミルオベアっていうハッシュタグを使いまして、クリスマスイブに視聴者の部屋の汚い部分を配信でみんなで見ようと思いますので、ぜひ皆さん、応募してください。待ってまーす。はい、ありがとうございまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。いやー、グローバルはやっぱ元気いっぱいな人ばっかりだ ね。やっぱ元気な子が会議でも受けるのかもね。うん、うん、うん、そうかもしれない。私さ、もなかちゃんの髪の毛ずっと食べてたんだけど。そうなの、ごめんね。食べてたでしょ、先に言ったでしょ。そう、よだれベルベルだったらごめん、もなかさん。ベルベルだったらごめんねと思って。